皆さん、新年明けましておめでとうございます。2022年始まりました。さあ、まあ2022年ね、いろんな抱負がうっさ、手うっさあのね、普段から喋りがうるさいって言われてんのに手までうるさいって何をしてるのかな、テウスさん。もうどっちでもええわ2022年始まったわけなんですけれども、はい、我々にとってはすごい大切な、年になるんじゃないかなと思うんですけれども、あの僕は去年ね、2021年にデビュー20周年マックメタルのねデビューってうっさい2021年にそのデビュー20周年がね、スタートして、で、ね、まあ、コロナでなかなかその20周年っぽい活動はできへんなんですけど、コンサートは1回 ね大きいところでやりましたけれども、はい、あのまだやっぱ納得がいくような活動できておりませんので、まあ、東京2020と一緒で、1年ちょっと延長してですね、20周年プラス1、それをねやっていきたいなと思うんですけれども、この我々のマックスタイルもですね、2012年の7月にね、もう俺もやったのは違う奈良はもう俺やったもううるさいから手がねその7月に結成10周年を迎えるということで、はい、ね、まあ、マックスタイルのスタートからもう10年経つということなんですね、あっという間でございますね、ね、あの2人のマックスタイルしか知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、もともとはまあ4人でね、幸喜島村と、近子と、ね、僕と緑、この4人でスタートしたんですけども、2015年に、ね、2人卒業しまして、そこからまあ2人で動いてるわけなんですけども、まあ、あのスタートの、時の4人、これがまたねこの今年、いろんな、まあ、いろんなずっとね一緒に活動はできないんですけども、どっかでこの4人が揃えるような、イベントとか組めたらいいなと思いますし、まあ、ラジオなんかでもそうですけども、こういう動画とかでも4人が揃って、あ、マックスタイルってこういう4人でスタートしてたんやなっていうのがですね、感じていただければ嬉しいかなと思うんですけれども、この2人でもうるさいと思ってるんですよ、4人揃ったらもっとうるさいな、誰も止めないし、誰も止めない止まろうとしないからね、誰がもう早くここまでみたいなのやってくれんのっていうのがないない、ね、止まらない感じなんですけれども、まあ、今年は、ちょっとまあいろいろ動画とかも頑張っていきたいなと思いますしね、なんか SNS なんかでもなんかリールができたりとかね、その、なんでしょう、インスタで、なんかどんどんやっぱ形が変わっててますんで、なんかちょっとそれにちょっと適応力をですね増やそうかなと思って頑張っていきたいなと思っております、でまだカラオケなんかもね、どんどん配信できるように頑張っていきたいなと思いますし、今までの楽曲もそうですけれども、せっかくまあ結成10周年ということで4人で歌える何かっていうのもですね、曲も新たに作りたいなと思います、そういうのもやっていきたいなと思いますので、まあ2022年、まだコロナがどういう風になっていくか分かりませんけれども、まあ映像とか、まあこういう SNS をですね駆使して頑張っていきたいなと思っておりますので、マックスタイルの2022年もぜひ皆さん手うっさい手うっさい2022年忘れてどこまで言うたか、そうそう、2022年のマックスタイルもどうぞよろしくお願いいたしますうっさ